欧州加圧水型炉のコアキャッチャーの図。コアキャッチャー、または、炉心溶融物保持装置は、炉心溶融が生じた際に、原子炉の溶融材料をキャッチし、閉じ込めて、冷却、原子炉格納容器から流出しないようにする設備。コアキャッチャーは、物質が流れ落ちるのを防ぐために、特殊なコンクリートセラミックでできている。これは、物質を冷却する冷却機構でもある。 欧州加圧水型炉のコアキャッチャーは170平方メートルの拡張領域と500トンの質量を持つ。コアキャッチャーのある原子炉の種類としては EPR の他に次のようなものが例として挙げられる VVER-1000 の設計を基にしたアトムストロイエクスポルトプロジェクトである i ス9 1は原子炉の直下にコアキャッチャーがある原子力発電所の初期型にあたる。 したがって2011年初めの時点ではタワン原子力発電所の2つの原子炉がこの種類のコアキャッチャーを稼働している唯一の原子炉となる。チェルノブイリ事故の際にロシアのコアキャッチャーのモデルの設計に携わった物理学者レオニード・ボルソフはチェルノブイリでの経験がロシアが新しい原子力発電所を作る際に発電所に コアキャッチャーの安全機構を備えることを促進したと強調した。小学館、路診用油物保持装置とは、コトバンク、2017年9月27日閲覧。小学館、コアキャッチャーとは、コトバンク、2017年9月27日閲覧。シエンプルコンプ、コアキャッチャー、クーリングストラクチャーズ、ハット IAEA イエイエ。 ドークメント、ステータスオブファーストブリーダーリアクターデベロップメント、インジャーマニーハット、アーカイブドコピー。2012年3月21日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2011年3月19日閲覧。AB、レバブロシア、EPR、レファレンスナンバー、G-61V1 から07ジャーマン、ハット。 アトムストロイックスポートニュースアーカイブド2011年10月4日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、ワナ、ニュークリア・パワー・インドシア。ありがとうございます。